いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。何やらカトンで温められたものがグツグツと煮えたぎっておるな。これは何ともうまそうじゃ。見ているだけで体が温まってくる。香辛料の香りが鼻を抜けるような、今まで食べてきたカレーとはまた違うな。これは良いな。うん、うまい。にん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 、北海道遠征じゃ。北の地に降り立ったもののめちゃ寒い。スープカレー忍者。まずは温かいものでも食べるか。なんじゃ、罠か。なんと室内にも雪が降っておるぞ。薬膳の効果か。これは体に良さそうじゃな。なんじゃこれは。秘術の巻物か。品書きが巻物に記されておるのか。どうやら近日江戸天聖が記された巻物ではなさそうだな。頼む。はい、お客様、失礼します。お決まりでしょうか。わからん。任せる。わかりました。それではご用意させていただきます。頼む。普通の見た目じゃが油断はできん。オロチマルヤも知れんからな。さすが北海道、見事な野菜じゃな。なんだか具沢山な予感じゃな。楽しみじゃ。なるほど、ガマの油で野菜を揚げておるのか。口寄せをせずにガマの油を使いこなすとは、手慣れた忍者がいるようじゃな。カトンも使うのか。何やらカトンで温められたものがグツグツと煮えたぎっておるな。ガマの油で素揚げされた野菜たちがきれいに並べられておる。これは何ともうまそうじゃ。見ているだけで体が温まってくる。何とも彩り豊かなカレーじゃ。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、お待たせしました。ライスになります。ゆっくりどうぞ。え、うん、どこに仕掛けがあるかわからんのでな。こたびは気が抜けんぞ。よし、いただきます。だってばよ。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。よし、これは何だ。拙者スープカレーを初めて食べるな。どうやって食べればいいんだ。よし、まずは具材からいこう。やはりベジファーストだ。じゃあブロッコリー、うまい。揚げられているからかじゅわっとしておる。スープカレーなのに最初にブロッコリーを食べるとは、普通はスープからだと思うぞ。拙者こちらもうまい。うん、なるほど、これがスープカレーか。うずら、うずらじゃ。
うまい。香辛料の香りが鼻を抜けるような、なんともスパイシー。今まで食べてきたカレーとはまた違うな。これは良いな。じゃがいも、でかい。柔らかい。皮付きなのがまた良いな。ホックホクじゃ。どの野菜も素揚げすることにより野菜本来の旨味、特徴が引き立てられておる。一つ一つの食材がスープとマッチしており、さまざまな組み合わせが堪能できるようになっておるわ。ナス、しみしみじゃ。スープカレーとの相性も抜群じゃな。鉄拳、おお、ほろほろでなんとジューシーな。ここまでの柔らかさはめったに出会えぬぞ。北海道について一軒目じゃが、これは幸先が良いではないか。うん、うまい。これは楽しいな、こんだけ具材があると。うん、ピーマン、ピーマンもジューシーじゃ。程よい苦味が良いアクセントになっておる。じゃな。北海道の大自然で育った野菜はどれも大きく見事に育っておる。ネギか。ネギの甘みもカレーとよく合う。そもそもカレーに長ネギが入っておるのは初めてかもしれんな。スープカレーの具材というのは全部大きめなんだな。おぱんちゅうさぎ。本当に野菜の良さが引き出されておるな。こんなに野菜を感じられる料理があるとは。北海道はでっかい道、違うか。丸いままだな。ちょっと分けよ。なんと良き食感じゃ。これはほかげの里で育てられたキノコじゃな。知らんけど。プルプルしておる。ほれほれほれ。口の中で溶けてゆくぞ。プルプル、何やつ。拙者のプルプルに吹き出したものがおるな。ハンバーグまであるのか、すごいな。そろそろ飯が食べたくなったな。ん？これは手裏剣の形をしておるではないか。万華鏡シャリンガンではあるまいな。
やはりカレーにはライスじゃな。具材を口に、そして米、次にスープ、3段階に分かれた食べ方じゃが、それも一興。郷に行っては郷に従えというしな。こたびはこのスタイルを存分に楽しませてもらおうぞ。ミンチだ。何やらミンチされた肉も入っておる。これはラム肉のミンチじゃな。聞こえるかこの音が。カレーからこんなシャキシャキ音が鳴るとは。一手裏剣完食。これは手裏剣になるのか。違うか、あまりのでかさに笑ってしまっているではないか。消えただと。まさかお主、忍者か。煮込みすぎだな。すごく。これ振ったら取れるんちゃう？よし。飯にかけておこう。よし。これは言わずもがなプレートじゃな。もはや飲み物じゃな。米が進む。飯がなくなってしまいよった。拙者の食べ方が間違っているのか。初めて食べたからわからん。本当はもっと具材とスープを楽しむのか。先に頼む。お待たせしました。手裏剣がなくなってしまった。かしこまりました。今お持ちします。次は区内で頼む。わかりました。こやつ、やはりオロチマルか。おお。これも食べれるのか。食べれません。それ食べれません。調整してください。なるほど。忍び。何も思いかわん。本当に出てくるとは思っておらんからの。次は分量を考えて食べないとまた米を頼むことになりそうじゃ。こたびは北海道遠征の一本目じゃが、拙者
北海道で食べたいものがたくさんあっての、ラーメン、ジンギスカン、カニ、海鮮、この辺りの王道は攻める予定じゃ。難しいな。どうしてもご飯が減ってしまう、具がもうほぼなくなってしまった。よし、結局入れちゃうよね。よし、よし、うん、バランスが悪いな。スープのようだ。ほら、スープカレーだから良いのか。拙者天才。こちらにつけてお召し上がりください。なるほど。おお。おお。どうぞ、お召し上がりください。よし、これを入れるんだな。カレーにフォカレーフォー。なんだこれは。何をやらせるんだ。何やらハードなんちゃらっぽくなってきたの。一気になくなってしまった。これぞ飲むカレーじゃな。よし、スープカレー、ごちそうさまでした。デザートの手裏剣ハニーになります。手裏剣ハニー、こちらお預かりします。こちらがイチゴで、こちらが新メニューのあんこになります。あんこと、はい、あんこといちごか。これで食べるのか。あ、今フォークをお持ちします。失礼します。これでも良いか。甘味まで出てくるのか。もともと手裏剣ハニー、どちらから行こう。イチゴだな。ストロベリーハニー。雪見大福だ。甘酸っぱい恋の行方。あんこだ。アイスまんじゅう始めました。わあ、えい、手裏剣が好きなようじゃな。何でも手裏剣の形にした。失礼します。私いる時限定なんですけど、キクチーノと言いまして、のちょっと生クリーム濃いめの限定メニューです。キ
菊池の菊池、私の菊池って言います。菊池。なるほど、生クリーム多めのカプチーノ。カプチーノでございます。チョコレートだけ先食べてください。うめっ。せっかくだから菊池のを飲むか。こういうものの飲み方は確かこうじゃった。キプチーノ、キクチーノ、カプチーノと混じってしまった。キクチーノ混ぜていただくとよりよしいです。キクチーノを混ぜていいのか。混ぜたら 何になるんだ。混ぜても菊池のだ。ありがとうございました。めっちゃ雪降ってる。だがしかし、スープカレーで温まった拙者には恐れるに足りん。にん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 。